去る4月25日に起きたネパールの大地震を受け、NPO 法人ラブネイバーズが救援チームを派遣しました。前回に引き続き、彼らのネパール支援第2弾をお届けします。3日目となるこの日は、まずカトマンズ市内にある避難所を訪問しました。といってもここは寺院の敷地内ですが、被災した人たちを500人近く自主的に保護しています。海外からテントの支給も多く、簡易トイレも設置され、比較的整った避難所ではありましたが、早く自分たちの土地に戻りたいのは皆同じです。生活の糧となる家畜が心配で、家はなくても村に帰っていく人たちは絶えないといいます。基本的にここにいる被災者の多くは、雨季が終わる9月頃にはこの避難所から出ることを考えているそうです。近くの観光スポットも訪ねました。ここはスワイアンブナートという世界遺産の寺院ですが、ここも地震で大きな打撃を受けました。あ、全部壊れちゃったんだね。ブッダの、あの像があったんですけど、壊れたそうですね。カトマンズ市街が一望できる見晴らしのいい高台からは、今は被害の甚大さを物語るテント村が目立ちます。続いて、今回の滞在でお世話になっているビリーバーズチャーチが運営している学校を訪問しました。ここは保育児から中学1年生までを16人の先生で教えています。国民の大半がヒンドゥー教のネパール、この子どもたちも9割近くが未信者だそうですが、教会が学校を建て教育支援をすることで、直接的な伝道は難しくても、キリスト教が好意的に認知されているといいます。ここでももちろん子どもたちを集めて交流会が開かれました。ムードメーカー直人くんが場を盛り上げると、子どもたちは早くもテンションマックス。ここの子どもたちは特にノリがよく、やりやすそうです。マジックを見てもパントマイムを見ても、目を輝かせてとても無邪気な笑顔で彼らのパフォーマンスに見入っていました。続いての訪問先は、ビリーバーズチャーチが運営している学習塾、ブリッジズ・オブ・ホープ。こちらの子どもたちは打って変わってお行儀よく座って待っていました。それでも彼らがサッカーボールを持ち出し、ゲームが始まれば皆同じ、子供らしくはしゃぎながら共に楽しい時を過ごしました。日本チームのパフォーマンスやお話の時間が終わると、今度は子供たちから現地の踊りが披露されました。その翌日は朝から結構ヘビーな地域を訪問しました。ルパさんという女性に案内され、スラム街へ行ったのです。カトマンズ市内を流れるバグマティ川の川沿いはゴミが散乱し、政府が処理してもまたゴミを捨てるので無法地帯の状態です。カトマンズの市内を巡って流れている川ですけども、汚いことで有名なんですね。ルパさんはこのスラム街でチルドレンミニストリーをしています。19年前に一人の宣教師が始めた働きですが、母国アメリカに帰ったため彼女が引き継ぎ続けています。かなり厳しい現実の中に多くの人々がこの中で生活をしています。いろいろな必要があります。なかなか希望が持てない状況ですけれども、その中で感謝のこと、また希望が持てることは、このスラム街の中にも教会があり、福音が伝えられ、特にスラム街の子どもたちがその中で生かされていることです。その教会に着くと、すでに子どもたちが集まっていました。ここで週に1回算数や歴史、音楽などを教えているそうです。この日来ていた30人ほどの子どもたちに大急ぎでお菓子を配りました。食べ終わってもまだ物足りなそうです。ルパさん曰く、最初子どもたちは貧しい環境の中、おとなしくて寂しそうでしたが、だんだんとよく喋ったり遊んだり、
笑顔が増えてきたそうです。そして一番の恵みは、子供たちがイエス様を信じること。そしてその子供たちから始まり、家族全員が信じるようになることだといいます。あえて厳しい環境に踏み込み、子供たちに福音を伝え続ける彼女の働きを目の当たりにして、メンバーたちは奮起させられていました、まあ、そこは本当にスラム街で本当に貧しい人々が住んでいるところだったんですけども、まあ、匂いもすごくて、またハエとか本当にいろんなゴミとかすごくて、まあ、そこでもだけどイエス様の愛を必要としている人がいるっていうことで、その一人の女性が頑張ってイエス様の愛を伝えたり、また学校を立ちてまた教育している姿を見て本当に感動しました。本当に自分も一人の多くの視点このイエス様の愛を伝える、それもう一度そういう情熱を持っていかなければならないということをまた再認識して、またそういう神様がそれを通しても語るチャンスを与えてくださって、また感謝です。やっぱりすごく衝撃的でしたね。同じ地球の中に、まあ、こういう中で育っている人たちがいるのかっていうのを、まあ、間近で見ることができて、本当にたくさんいろんなことを考えさせられたし、またお祈りして覚えてお祈りしていかなきゃいけないなというふうに思わされました。その女性の方も、まあ、自分の家も被害に遭って、そしてその方のご主人の仕事も地震で亡くなってしまったんですけど、まあ、けどそれでも自分のことを置いて、まあ、子どもたちにイエス様のことを伝えることに、まあ、焦点フォーカスを当てたり、また情熱を持ってやっている姿を見て、自分自身もすごいチャレンジを受けました。自分ももっと情熱を持って喜んで仕えていきたいなというチャレンジを与えられました。そして次に立ち寄ったストリートチルドレンの救出活動をしているチルドレンホームが、この旅の最後の訪問先となりました。So I'm Red Sunchiburi andThis is our home, and where we can serve the orphan children, hopeless, helpless, and also the nowadays, just we got the earthquake time, so also we are serving the earthquake victim children. ここは男性のホームですが、女性用ホームが地震で崩壊したため、今は敷地内のテントで共に生活しているとのこと。ここではみんなで野菜を作ったり家畜を飼ったりして自給自足をしています。そんな説明を聞き終わったところで、子どもたちが学校から帰ってきました。早速いつものお楽しみ会がスタートです。会を重ねてきた出し物もこれが最後、子どもたちのつかみも慣れたものです。キレッキレのブレイクダンスにも羨望の眼差しが向けられました。毎回子どもたちに歌詞と振りを教えながら一緒に歌った曲「大丈夫」、それに続くのぞみ先生のお話、神様が一緒にいるから、神様に愛されているから大丈夫という励まし、これまで同様出会えた子どもたちに伝えたかった思いと願いを共有しました。大地震を被ったネパールの支援に来た彼らは、しかし与えただけではなく与えられたものも多かったといいます。それを日本で与え続けたいと思わされています。